俺は一度ここに来てるから問題ないけど。ソフィアはどう？ここがミガドルエデンだけど。うん、すごく安心する場所だね。なんかこの世界そのものが味方なんだなって感じがするよ。うんうん、私もこっちの世界なら本来の力が出せるし、私にとってもすごく居心地いい場所だよ。でも分かってたけど、メル様とミエル様は残念だったね。おいおい、記憶力取りの主様、それは嫌味かな。我とミエルは今ミガドルエデンに戻ることすら許されていない謹慎のみ、そんな我らにミガドルエデン内の護衛は無理に決まっているだろう。え、ミガドルエデンの護衛はどうかなって。そうだったな、ミエルはいけなかったんだな。すまないすまない、服やつ間違えた。ミエルに頼むならせめて14万年後くらいに聞かなければな。わざとでしょ、さっきアルジ様がネルに聞いてきてショック受けたからわざと私に八つ当たりしに行ったんでしょ。そんなことはない、むしろ私は行ってあと数週間だ、ミエルには到底かなわないさ。ああ、服相手間違えたわ。パトボー、悪いのじゃがカナ様を借りてもいいかのう。ああ、いいよ、せっかくの訓練の時間だし、カナの相手をお願いするよ。え、私もミガドルエデンに行きたいんだけど。カナ様、わらわがどれほど強くなったか見させてもらうのじゃ。さあさあ、こちらに来るのじゃ。うん、あと、私はスザクバーと訓練するからソフィアちゃんと一緒にミガドルエデンに行ってて。カナ様、スザクバーではないとなんと。ほら、私も敵と訓練したいしね。ほら、行ってらっしゃい。まあ、それで結果必然的に護衛になったのがソフィアとテルの二人なんだけど。なんというピンク率、しかも不可思議言動が若々しいったり、割と心配なんだけど。ああ、来てくださったのですね。こちらからお呼びしてしまいすいません。本当、大変な時に。ミールさんから呼ぶってことは結構重要なことなのかな。私としては重要ではないのですが、どうしても会いたい。てこがいて、ぜひ契約したいとのことなのでお話だけでもどうかと思いまして。契約、俺ミカドオーラとか全然持ってないけど。いえ、1だけあれば十分です。今回の契約はかなり異例なものでして、力は全く使えないのですが、どうしても帝王様のおそばにいたいという子がいるのです。ですので、もし帝王様がご迷惑でなければおそばに置いていただけないかなと。へえ、いいけどどんな子なの？少々移動しますがよろしいですか？同行者として、ソフィアとテルの二人も一緒にいいかな。ミガドル相馬、ソフィアとヘブンズハート、候補生テルですね。かしこまりました。君がミガドルエデンの支配者ミールだね。見た目私とそんなに変わらないし、仲良くなれそうだね。ミール様、またお会いできて光栄です。まさか私のような構成員ではないにもかかわらずこうやってお話しできるなんて。私は確かに最高責任者だけど特に偉いこと何もやってないから気兼ねなく話しかけてもらっていいですよ。はい、そうだ、今度一緒にカフェなんてどう？あれ、一応限られた時間をいただいていますので目的地に行きますね。はい、では手にします。今日もいい日向ぼっこ日和ですね。やっぱりあんな高層ビルばっかりの街より離れの自然の方がいいですね。わあ、到着しました。ここがエンペラーベスティア、ガスムプリスエデンエリアです。ここがそうなんですね。すごいです。現実世界にはない特殊な森だね。すごくいいよ。気に入ってもらえてよかったです。ミール様、やっと来てくれた。うわ、神獣だ。久しぶりに見たよ。この方は？はい、エンペラーベスティア、序列1位、キノエ、女神神獣、スティア。彼女が今回契約したいとお話があったものです。よろしくー。それでミール様、主様は一体どこにいるのですか？早く会いたいですよ。帝王様なら私たちと一緒に。ずっといなかったよ。え、嘘？だって私ちゃんと一緒にここまで手にしたよ。ミール様、落ち着いてもう一度ミガドルエデン内を探知してみたらどうですか？そうだね。こういう時こそ冷静にだね。探知できない。なんでだろう。探知できないってことは気配やオーラ量を隠蔽するものを持ってるってことじゃないですか。でも帝王様はそんなものは持って。あ、主様ごめん、これちょっと持ってて。心当たりあったー。あれ多分持ち主の気配やオーラ量を隠蔽する破風石が使われてた気が。ねえねえ、ミール様。何？条件次第では今すぐに私が主様を迎えに行ってもいいんだけど。しかも、ミール様の失態を隠蔽する形で。ちなみに何ですか？ミカドオーラの与える量によって強くなるようにしてほしいな。それくらいなら別に。うんうん、なら交渉成立だね。じゃあミール様、こうやって口裏合わせてね。今からスティアと帝王様の契約を別の場所で行うので、私たちはここで待っていましょう。うんうん、私の契約をあまり他の人に見られたくないですからね。わかりました。私ここで待ってます。まあ、そういうことなら仕方ないね。ゆっくり契約しておいでー。対抗者がこの二人で本当によかった。
それじゃあ行ってくるねー。そういえば私主様に杖持ってもらいっぱなしだ。仮パクはダメだよねー。ねー、全部あなたの杖が原因なんだよ。なんか一人だけ違うところに飛ばされた。ほえー、ミールってこの世界の支配者なんでしょ。存在する全ての能力や知識を持っている究極の存在なんでしょ。なのになんで、全てを持ち合わせてるから全てが卒なくできるとは限らないってことだね。しっかり学んだよ。さて、どうする。一人で帰ったら色々まずいだろうし、というかなんでミールは俺を迎えに来ないんだろう。ねえねえ、お兄さんここで何してるの。この世界で男の人がいるってことはあなたは主。なんだ、この小さい子は。でもそうか、住んでいるんだから子供だっているか。そうだよ、それで君はここがどこなのかわかるのかい。当然だよ、だってこの結晶ミックスデラックスを買いに、遠くからやってきたんだから。結晶ミックスデラックス。うん、これはミガドルエデン全域で大流行しているからどんなものか気になってね。喋りながら飲み出したよこの子。そういえば所属はどこなの。電子にも真珠にも見えないけど、もしかしてレイナシオン。違うよ、私はオートマタレイリウム、オクトエデンから来たんだよ。オートマタレイリウム、聞いたことない種族だ。機械種だよ、と言ってもホムンクルスに近いけどね。ちゃんと生身だし、性的機能もちゃんとあるし。そうなんだ、性的機能までは聞いてないけどね。とりあえず、迷子なら私も一緒についていってあげるよ、どうせ暇だし。自分よりはるかに小さい子に迷子扱いされるって、想像以上に屈辱だぞ。でももう少し待ってたらミールが迎えに来てくれるかもだから。無理だよ、だってその杖のせいで主の気配全部消えてるもん。え、この杖が。うん、だから探してほしいならそれ捨てたらいいんだよ。ならすぐにでも感知できるよ。そうか、ありがとう。なら早速。見つけたよー。ふーん、やっと見つけた主様。いっぱいいっぱいお預け我慢してたんだからねー。いきなり何というか獣ミミッコ。これは、ゲームで夢見た獣ミミッコ。ミガドルエデンに来てすごく甘えてくる獣に美人と不愛想なアンドロイドロリ。この世界は性癖を狂わしに来てる。悪いんだけど、俺ミールのところに行かないとだから。ミール様が紹介したいって言ってた人物私だよー。今急いで迎えに来たんだよー。え、そうなの。それは悪いね。ってことは契約するってこと。そうそう、特例だけど契約内容を変えてもらったんだー。とりあえず離れて、契約内容はしっかり聞いておかないと。それで契約内容って何？必要オーラ数を1にする代わりにそれ相応の力の制限をつけることを。追加契約で私に与えられたオーラ数に応じて力が解放されることを。あと、エンペラーベスティアの従属でその場その場にあった子を紹介することを。これに関してはほとんど意味ないし、私を使った方が早いよー。何せ私はエンペラーベスティアの最高責任者だからね。私ができないことができるのは同じ構成員の子くらいじゃないかなって感じだよー。エンペラーベスティアの最高責任者ということは序列1位。へえ、それはすごい大物が目の前にいたものだね。さっきからずっとそれ加えてるね。味が濃いからちょっとずつしか飲めないの。とりあえずわかったよ。俺が断る理由はないし、契約してもらっていいかな。うんうん、話が早くて助かるよ。待って、さっきの契約は何？私だよ、どうせ暇だし、たまに呼び出してくれるならいいかなって。契約は大丈夫なの？俺何も提供してないけど。本当に何も知らないんだね。オートマタレイリウムの契約方法は任意式、つまり私が契約に同意したら契約できるんだよ。それに私はオートマタレイリウムの序列9位、11、音量の称号を持ってる。やっぱり君、オートマタレイリウムだったんだねー。でも確か構成員って強さ順じゃなかったよねー。うん、完成度順だよ。だから私すっごく弱いと思う。じゃないと任意式が成立しないしね。あ、そうなんだね。まあ別に普段はミガドルエデンにいてもらったらいいわけだし、契約して損するわけじゃないからいいかな。ならとりあえず俺をミールのところまで連れて行って。わかったありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。
次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。